こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の幸熊です。さて今回は、以前の動画、ルイーゼ・フォン・メクレンブルクの妹、フリーデリケ・ツー・メクレンブルクです。北でヒルドラ姫。いや呼び方。姫君としてはあってはならんことしちゃったからねー。大変だな姫様も。不幸な結婚が彼女のタガを外してしまったのか。とんでもないスキャンダルを巻き起こし、プロイセン王室を混乱に陥れた彼女。姉とは無楽の人生を送りながらも、姉を慕い、最後まで味方でいた愛にまっすぐな姫君。フリーデリケ・ツー・メクレンブルクのお話です。フリーデリケ・ツー・メクレンブルクは、1778年3月3日にハノーファーで生まれました。父はメクレンブルク公カール2世。母はヘッセン・ダルムシュタット公女フリーデリケ・キャロライン。彼女のフルネームは、フリーデリケ・ルイーゼ・カロリーネ・ゾフィー・シャルロッテ・アレクサンドリーナ・フォン・メクレンブルク・シュトレイリッツです。今日も変わらずドイツの姫さんの名前は長い。1782年、彼女が4歳の時に母が亡くなり、父は母の妹と再婚するも彼女もその1年後に亡くなりました。自分一人では、幼い下の子供たちを養育することは困難と考えた父は、フリーデリケと姉のルイーゼを、妻の祖母の元に預けます。フリーデリケは、二つ上の姉のルイーゼととても仲が良く、いつも二人で駆け回って遊ぶような元気な姉妹でした。活発で明るく朗らかな姉妹は、やがて、人々の称賛を浴びるほど美しく成長します。娘たちのため、良い結婚相手を切望していた父カール2世は、プロイセン国王の王子たちとの結婚を考えていました。国王フリードリヒ・ビルヘルム2世の妻であるフリーデリケ・ルイーゼ王妃は、姉妹の親戚にあたり、カール2世はそのつながりをうまく利用して、二人を国王に面談させることに成功します。1793年3月14日、祖母に連れられ訪れたフランクフルト・アム・マインのプロイセン劇場で、フリーデリケとルイーゼは、プロイセン国王フリードリヒ・ビルヘルム2世と対面しました。久しぶりだな、不快の逃避よ。いや、国王だからね、国王、やめたげて。美しい二人を気に入った不快の国王は彼女たちを。やめたげて、ってなんで王様ドヤ顔なんだよ。息子のフリードリヒ・ビルヘルム王太子と、次男のフリードリヒ・ルートヴィヒ王子に会わせることにしたのです。フリーデリケがお見合いしたのは、彼女より5歳年上のルートヴィヒ王子でした。お見合いはうまく行き、1793年4月24日に婚約が結ばれ、12月26日に、フリーデリケとルートヴィヒ王子の結婚式が取り行われました。しかし、最初から幸福に包まれていたルイーゼ夫婦とは違い、フリーデリケの結婚生活は、開始からすでに不幸が始まっていました。結婚式では、美貌の妻を自慢していたルートヴィヒ王子でしたが、実際は、フリーデリケに全く興味がありませんでした。ルートヴィヒ王子はすでに多くの愛称を持っていたのです。しかも彼は自分よりも年上の大人の女性にばかり夢中になり、15歳の幼い彼女には関心が持てなかったと言います。まさかのアンリ2世状態。いや、アンリ2世はディアーヌ好きなだけで年上好きとかいうわけではないからな。それでもフリーデリケは翌年に男子を産み、妃としての使命を果たしました。しかし夫との仲は変わらずで、彼は愛称たちにかまけるだけでなく、ギャンブルに狂うようなどうしようもない夫でした。クズやないかい。浮気にギャンブルに解消なし。クズやないかい。毎日遊び回っていた宝刀王子は、ほとんどフリーデリケを無視していたと言います。そしてやけになったフリーデリケは、自分も浮気に走ってしまいました。ああ、泥沼。相手は夫のいとこルイ・フェルディナント、彼はかなりの美男子だったそうです。しかも音楽の才能に優れ、軍人としても武勇に長け、物腰は柔らかく上品な紳士。その凛々しい姿は、宮廷の女性たちの憧れの的だったそうです。最初に誘惑したのは、ルイ・フェルディナントでした。情熱的な愛を囁く彼に、孤独だったフリーデリケは瞬く間に恋に落ち、彼との関係に溺れてしまうのです。ですがルイ・フェルディナントは、フリーデリケとの関係を自慢げに周囲に語り、さらには情事の内容を友人たちに吹聴するような男でした。毒婦やないかい。しかも彼はすぐにフリーデリケとの恋愛に飽きてしまいます。そしてマクデブルクの駐屯地に戻るよう命令が下ったことを理由に、あっさりとフリーデリケの元を去っていきました。フリーデリケの方もすっかり彼に失望し、気持ちが冷めていたと言います。周りにはバレなかったの？知ってはいたが公然の秘密だったんだろう。夫がまず妻の不倫に興味がないという態度だったからな。
だがこのまま放置するわけにもいかん。彼が駐屯地に呼び戻されたのも、彼女との関係を清算させるためだったんじゃないか？夫婦関係は少し改善されたのか、その後息子と娘が生まれます。ですが、1796年12月25日、結婚からたった3年で、ルートヴィヒ王子がジッテリアで亡くなりました。夫とは不仲でしたが、それでもフリーデリケは彼の死を悲しんだと言います。18歳になったフリーデリケは、彼女を見た人は必ず恋に落ちると語られるほどの、美しい大人の女性へと成長していました。フリーデリケは夫を亡くした翌年、イギリス国王ジョージ3世の七男で彼女のいとこにあたる、22歳の、ケンブリッジ公爵アドルファス・フレデリックと出会います。フリーデリケに激しい恋をしたアドルファスは、彼女にプロポーズしますが、父ジョージ3世は、結婚の許可を出しませんでした。なんで？アドルファスの母で、フリーデリケの叔母にあたるシャーロット王妃が、フリーデリケのスキャンダルの噂を嫌い、結婚を許さなかったんだよ。ああ、これはもう身からでダサリとしか言えません。まあ、不倫の噂があった妃を母親が嫌がるのは当然だろうな。フリーデリケ選手どうですか？諦めます。シャーロット選手のストレート勝ちで試合終了。いや、どういう試合展開があったのか全くわからなかったんだが。しかし、破談の悲しみはすぐに癒えたらしいフリーデリケは、この後、とんでもないスキャンダルを引き起こしてしまうのです。1797年、フリーデリケは一人の男性と恋に落ちました。相手はプロイセンコのエレン対陸軍少将、フリードリヒ・ビルヘルム・ツーゾルムス・ブラウンフェルス公子という、27歳の貴族でした。二人はすぐに恋愛関係となり、密会を重ねて行き。そして、フリーデリケは妊娠してしまうのです。結婚前に妊娠とか、この時代ではとんでもないスキャンダルだ。しかも王室関係者となると、とんでもないことですよ。ルイーゼ王室期の最強女官長フォン・ボス夫人。不倫もしやがったし、あの娘そのうちとんでもないことするんじゃないかって私警戒していたんですよ。という感じのことを、フォン・ボス夫人は日記に書いていたそうだ。だったらちゃんと見張っててよ。私はルイーゼ王室期の女官長です。つまり知らんがな。フォン・ボス夫人。姉のルイーゼやフォン・ボス夫人も、すぐに彼女の妊娠に気がつきました。フリードリヒ・ビルヘルム3世は、気前のとんでもない醜聞に頭を抱えたと言います。このことはルイーゼとフォン・ボス夫人、ごくわずかな使用人と国王だけの秘密とされました。フリーデリケはすでにゾルムスに妊娠を告げており、ゾルムスは覚悟を決めて彼女にプロポーズしていたのですが、二人は身分違いな上、こんなことを父親や親族は許しません。父カール2世は激怒しましたが、このまま王子の未亡人であるフリーデリケが未婚の母となれば、大きなスキャンダルとなります。そしてそれは、そのままプロイセン王室のイメージ失墜につながるのです。父親はルイーゼや兄弟の説得を受け、しぶしぶ二人の結婚を認めました。1798年12月10日、フリーデリケとゾルムスは挙式しますが、二人の醜聞は瞬く間に広がり、ベルリンに居づらくなったフリーデリケたちは、アンスバッハに引っ越します。その際、二人の息子は王室で育てることとされ、フリーデリケから引き離されてしまいました。かわいそうだが、王位継承権を持つ王子たちだからな。彼女は末娘の、フリーデリケ・ビルヘルミーネだけを連れてアンスバッハに向かい、そして翌年2月には、娘ゾフィアが生まれたのです。フリーデリケは愛する人と一緒になり、二人の娘たちと共に初めて、幸福な結婚生活を送りました。ですがその年のうちに、娘ゾフィアが天に召されてしまったのです。フリーデリケは悲しみに打ちのめされ、何日も泣き続けました。ゾルムスはフリーデリケとのスキャンダルのため、軍での出世は絶望的でした。娘を失ったことに加え、将来の希望もなくした彼は酒に溺れ、アルコール中毒となって行きます。二人の間には6人の子供が生まれますが、1805年には、健康上の理由からゾルムスは軍を退役し、一家の収入は、王室からフリーデリケに支給される過不年金だけでした。親族はフリーデリケに離婚するように言い聞かせますが、夫を愛していたフリーデリケは拒否し続けたと言います。あんたダメ男ホイホイが過ぎんか？この人は私がついてなきゃダメなの。あ、これあかんやつや。1805年10月、ナポレオンの侵攻によってアンスバッハはフランス軍に占領され、一家はベルリンに避難しましたが、1806年にはベルリンも占拠され、国王一家はフリーデリケ家族と共にケーニヒスベルクに逃れます。
その頃ルイーゼは、ナポレオンに中傷をばらまかれ、個人攻撃にさらされていました。フリーデリケも、ルイーゼに対する侮辱に姉と共に怒り、共に耐え抜いていたのです。フリーデリケは姉を慰め、そばで支え続けます。二人は負傷した兵士を見舞い、兵士たちのために寄付を募ったりと、姉妹で力を合わせていました。フリーデリケが、1807年3月に次男アレクサンダーを出産した際は、この暗い時代に希望をくれたと、ルイーゼは心から喜んだと言います。1807年の7月6日に、ルイーゼとナポレオンの間で戦争後の領土問題が話し合われましたが、ルイーゼの検討も虚しく、領土回復は叶いませんでした。1810年、フリーデリケはルイーゼと共に、父親に会いにノイシュトレイリッツ宮殿に訪れます。しかしそこで、ルイーゼが重い肺炎にかかりました。フリーデリケは付きっきりで、懸命に姉を看病しましたが、ルイーゼは危篤状態に陥ってしまうのです。知らせを聞いた国王とルイーゼの子供たちが駆けつけましたが、ルイーゼは、7月19日に、家族に見守られながら旅立ちました。愛する姉を失ったフリーデリケは、私の幼い頃の幸福も、姉と一緒に死んだ、と言って深く嘆いたと言います。1813年、フリーデリケは、ノイシュトレイリッツの叔父の元を訪ね、そこに客人として来ていた、エルンスト・アウグスト・カンバーランド公爵と出会います。そしてエルンストはフリーデリケを一目見た途端、恋に落ちてしまいました。フリーデリケはこの時35歳、エルンストは41歳でした。しかし、この出会いもまた、とんでもない波乱含みでした。というのもこのエルンスト。かつて彼女と婚約し反対されて破談となった、アドルファスの兄だったのです。シュラ同士か寄せつけんのかこの人は。エルンストの気持ちを知った父は、夫と離婚して彼と再婚するよう、娘を説得しました。いやそれもどうかと思うよあの人がおるよ。さあヘアロッド選手との再戦が組まれました。フリーデリケ選手はどのような戦いを見せるのか。もうマッチ組まれてるの？でも旦那はどうするん？この頃夫のアルコール中毒はひどくなる一方でな、夫婦関係も険悪となっていたんだ。だからフリーデリケも、誠実なエルンストに心を動かされていたんだよ。周りも離婚に賛成で、夫までも離婚に賛同したんだ。旦那もかい？しかし離婚協議が始まる前、1814年4月に、ゾルムスが脳卒中で亡くなってしまった。まさか、この時代の離婚って大変やから一服持ったとか。いや本当に病死だそうだよ。ですが、障害がなくなったかと思われた二人の結婚に、異議を唱える人物が現れました。それはエルンストの母、シャーロット王妃です。でしょうね。そりゃ昔必死に息子から遠ざけた娘が、今度はその兄の嫁としてやってくるんだから、母親にとっちゃ悪夢以外の何者でもないよな。どうなってるのー。さあ、シャーロット選手との再戦が開始しました。フリーデリケ選手、今度こそ初勝利なるか。いやだから何の試合なんだよ。ジョージ三世は結婚を許したものの、シャーロット王妃は堅くなに反対しました。しかし二人は母の反対にも負けず、1815年5月29日に結婚式を強行してしまうのです。その後、子供たちと共にイギリスに渡ったフリーデリケの暮らしは、王室が彼らの生活費を削減したせいで苦労も多かったのですが、二人の結婚生活は、とても幸福だったと言います。しかし、フリーデリケは1817年に娘を死産してしまいました。妻を認めない母との不和や、性的に醜聞を広められ、国民からの支持を失ったことで失望したエルンストは、妻と子供たちを連れて、ベルリンに移住してしまうのです。真偽は不明だが、妹との近親、官の噂を立てられたらしい。ひどない？そしてフリーデリケは、1819年にベルリンで長男ジョージを出産。この時フリーデリケは40歳。根性の後継ぎ出産です。フリーデリケ選手優勝。ベルリンでの生活も裕福とは言えませんでしたが、それでもフリーデリケは家族を守り、夫を支えました。1837年6月20日、イギリス国王ウィリアム4世が崩御。イギリス王位は娘のビクトリアが継承し、ビクトリア女王として即位します。ウィリアム4世はハノーファー国王も兼任していましたが、ハノーファーに女性の継承を禁じるサリカ法があり、ビクトリアは王位につくことはできませんでした。そのためエルンストが、エルンスト・アウグスト1世としてハノーファー国王に即位したのです。思いもよらない王位が二人の元に転がり込み、フリーデリケは王妃となりました。しかし、それから4年後の1841年6月29日、フ
フリーデリケは63歳で、病により逝去してしまったのです。エルンストは宮殿の礼拝堂の庭に、妻と自分のための霊廟を建てるように命じました。彼も1851年11月18日に崩御し、妻フリーデリケの隣で眠りについたのです。そして二人の息子のジョージが、ゲオルク5世としてハノーファー国王に即位しました。軽率な行動で周りを巻き込んだ大騒ぎを引き起こし、何かと苦労の多い人生を送りましたが、しかし彼女自身は、幸福な結婚をした姉を妬むこともなく、最後まで姉を慕い愛した、素直で心優しい姫君でした。そして、最終的には王妃にまでなってしまう大どんでん返しもまた、波乱の人生を送った、彼女らしいフィナーレだと思うのです。ルイーゼは妹のために結婚を後押ししたが、本当は妹の軽率な行動に心底怒っていたんだ。フリーデリケたちがアンスバッハに引っ越した後は、ほぼ絶縁状態だったらしいが、長女の発案で、姉妹で集まって姪の出産祝いをすることとなり、その時にルイーゼは再会した妹と和解したそうだよ。ええ話や。真面目なお姉ちゃんはそやぶち切れるよね。でも仲直りできてよかったよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。